パンテラ、シアンの魂を元に戻せ。それはできません。すべては私たちが生き残るために必要なこと。ミラーピースなんか作り出してお前は何を企んでいる。覚えていますか、以前スメラギが推し進めていたサイバーディーバの精神観音能力を用い、すべての能力者を洗脳統治するおぞましき計画。私はあなたが阻止したあの計画をスメラギに代わり実行しようと思っています。能力者を支配しようというのか。いいえ、私が用いるのはサイバービーバー本来の力。あなたは知っているはずです。妖精の歌はセブンスを高める力を持つこと。彼女の歌とスメラギから手に入れた技術があれば、すべての能力者をさらなる高みへと進化させることができる。より強き力を得た能力者たちが団結すれば、能力を持たない人々に戦争を仕掛けるつもりか。この平和な国に生きるあなたには、能力者と無能力者手を取り合う時期はとうに過ぎています。それは私たちの生存戦略。それを邪魔する者に愛は今ひとたびこの姿でお相手しよう、少年。今さらそんな姿でふざけているのか。フォーリンラップ。この姿で君と戦ったことはなかったからね。まずはこの姿で力の持ちといったところかしら。ここだな。オーバージェンダー。どこまで見損にしてはたまらない。あの時兄上が使ったレプリカとは言ってない。私の方法はスメラギ製のオリジナル。あのミラーピースもフェアリーテイルに頼らずとも君をほぐるくらいの力はあるの。助けて。あの変身アイテムのことか。オーバー。そうだぞ、ミラーピースに封じたサイバーディーバの力に。模造表現の不完全さを補い、冒険以上に性能を実現した性能装置。それはフェアリーズ愛の宴。フェイス、フッシュで惑いなさい。君の愛する妖精さんは惑いなさい。あなたたちには深く愛を込めて感謝を。シアンの力をガングのように終わりなき愛を乱れ構え。お前たちは絶対に許さない。我が愛よ、ほとばしアームドブルー。オーバー。映す鏡ごとその虚飾を割り砕け。たまらない。ここよ。ここよ。はっ、惑いなさい。愛は散りゆく。あれもコピーだったのか。本物はこの奥か。GV、この奥から感じる私と同じ力の波動を。それだけじゃない。何この変な感じ。気をつけて GV、罠があるかも。